ワンダーフェブラリーステークスト小倉大商店の巻うまトークヒンバの河内ヒンバのリンスと言われた私に聞きたいことはないのかは何回聞くのそれあのすいませんないです何聞いてほしいのヒンバか何やろう、まあ、パドックとかまずヒンバの調子を パドックで見極める方法を教えてあげよう教えてあげようってもう聞かな終わらへんやんもう何言ってんの馬はなタツキング<え>人間の性別をも実は判断できるんだよ先週言いかけとったやつあ聞いたやんそれ一緒にクラブハウスでユウキさんが言ってたやつやん何自分が言ったみたいに言っただから注目する馬に私の熱視線を送り続けるんだよ <laughs> そう で、そうそして私の盛り上がった股間おいリンさんもう虚勢せなあかんわリンさんパドック禁止 <laughs> <laughs> 今回の馬トークは2月の21日日曜日ですねついに G1 ダートの G1 スタートですねフェブラリーステークス東京の11レースダートの 1600m で小倉では小倉大商店の G3 ですね 芝1800メートルで行きます。行きましょうか。では東京競馬場、フェブラリーステークスの G1、ダートの1600メートルですね。実績と傾向、必勝データからヘッドライン。今回からは G1 特別の北斗の長距離ベスト5とタスキングを添やっていきます。まずは一番人気に乗ると、これは確率が高い、ルメールさん騎乗のカフェファラオですね。東京1600メートル、ダート2002です。 もう皆さん知っている通り、ユニコーンステークス圧勝しましたね。G1、大井7着、中京6着で、まあ、ブラッキーあるんですが、まあ、機嫌が良ければ、もうダビスタで言うと、もう画面から消えて圧勝ですよ。左回りが4003勝で東京2勝ですから。まあ、不動の一番人気でしょうね。で、おとどしの優勝場のインティですね。竹豊さん。 それ以来勝ち星がないんですね。竹さん乗っても。で、2年連続中京の G13 着。チャンピオンズカップですね。もう7歳版になっちゃいました、もうね。まあ、今回ね、前回みたいに粘ってくれたら。まあ前に行くしかないかもしれませんけど。で、レッドルゼル。東京3戦2勝。左回りもレンタリス100%ですから。 これは期待できますが、1200メートルが無敗なんですよね。で、初の1600メートルの距離は大丈夫なのかというみんな思ってると思いますが。川田さん。これ大外入っちゃいましたからね。どうでしょう。で、オルベーニュ。丸山騎手に乗り換わりました。1800メートルは8 0 0個勝。で、東京いっぱいしてますが、それだいぶ2年前です。で、左回り中京2勝。で、実優勝してますからね。これは上がり馬で。 ねえ、スター候補にはなりそうですね。で、アルクトス。東京1600メートル、ダート5004章。で、盛岡の G1 優勝馬です。で、前走東京 G3、ねネギシステークス。中西っていうこの感覚がかなりいいですよね。左回り7勝してますし、で、東京はね、今さっき言ったら5章、8005勝ですから。強い。で、サンライズの場。 去年の3着馬ですね。で、東京1600メートル、武蔵野ステークス、G3 優勝してますから、去年ね。これは強かった。で、東京1600メートル5勝です。で、ついに今回がもう中央 G1 制覇の、だいぶチャンスなんじゃないかなと、もうね、年も年ですし、期待したい。では、ここでタツキ君、必勝データフェブラリーステークスの G1 ですね。まずは、ダートの1600メートル、未経験が連帯がないと。 これは非常にレッドルゼルとか悪いデータよね。で、過去10年で関西場が9勝の関東場が1勝と。で、1番人気は4勝で連帯率が6割。で、2番人気は2勝で連帯率4割ですから。まあ、カフェファラオ、サンライズの場、レッドルゼルあたりが人気になるでしょうかこの1番人気と2番人気から素直に二等軸のマルチで幅広く流した方がいいんじゃないかというデータになりますね。 では G1、フェブラリーステークスの今週のタスキングのヘッドライン。カフェブラリーはニの二等軸とオルフェブル。ね。スルーしていいですよ。5歳児にインティが6連勝で東海ステークスを制覇して、ここのままフェブラリーステークス勝ちましたと。で、今回は5歳馬のこのオーベルにですね、期待されている。3連勝して、この東海ステークス勝ちましたから、このまま制覇するんじゃないかと。 で、過去10年で馬券に絡んだ30頭のうち24頭。もうほぼ8割が大型の馬格パワー馬券だと。500キロ以上だね。で、相性20万のネギシステイクス組。レッドルゼルとワンダーリーデルですよと。帯狙いは2年以上前に過去に馬券に絡んだやつがよう来てますから。ここはもうインティーからの一等軸マルチでいいんじゃないかという。帯狙いだね。 では、新しく取り入れました。フェブラリーステークス。最終追い切りランキングを北斗で行く。北斗の最終追い切りランキングトップ5。まあ、初回なんでサクッといきます。評価8点。インティでした。第5位。続いて第4位。レッドルゼル。8.5点でした。最終追い切り同じく8.5点。3位はエアールマスでした。 続いて評価点9。第2位はオーベルニュでした。では最終追い切。り第1位は評価点9。ハンロ・オモババ合わせで力強いサンライズノバが1位でした。ではフェブラリー・ステークス G 1の予想いきます。9番。サンライズノバを本命にしました。松岡さん。で、ダブル本命。3番はカフェ・ファラオ・ルメールさんにターナ・レッドルゼル。16番。大外。 ですけど、逆にええかなと。で、14番、オーベルニュですね。丸山元気さん、頑張ってほしい。で、7番、ワンダーリーデル、横山さん。タツキングマークは、アルクトスですね。毎回ですけど。で、穴に、ソリストサンダー、北村さん。で、爆穴には、4番のヘリオスのデムロさんでいきます。では、おたよりのコーナー。こんばんは、タツキングさん。んこれは、君じゃないか。ほう。 それはたまには来るでしょう俺にもキムタクと同級生のタツキングさんお誕生日おめでとうございますはーいありがとう今週もウンファイブ当ててくださいね何そのやっつけ感そたまには来るよ俺にも何自分ばっかりやと思うところでリンスさんはなんでかぶったん、ま、そんなにハゲているのに<ん>なぜ男前なんですかなんか雑やな えリンスさん、それ、続きなかったいやー、最近は、あれだね。いい質問が多いね。<laughs> <laughs> では、小倉大商店の G3 芝1800メートルですね。実績と傾向、必勝データ、ヘッドライン、タスキングを添えておきます。まずは、ボッケリーンでですね。小倉出身というか、小倉スタートの浜中さんが乗るってことで、まあ。佐賀記念同様、佐賀出身の川田さんが来たみたいに、 勝てばいいんですけど。小倉の1800メートル1勝で、オープンが2着。連帯率も今のところ100%ですから、まあ、一番人気になりそうですね。で、次は長岡騎手の R スター。去年の小倉記念びっくり G3 優勝しましたね。で、小倉2000メートルは3戦2勝。で、前走最高峰から17番手から上がり34秒4の最速タイで5着に来たと。期待できるんじゃないかと。小倉やしね。 で、カデナ。空手に乗った菅原さん、勢いがありますから、安城菅原さんに乗り換わり。で、小倉大商店、去年優勝してます。で、小倉記念も2着に来たことがある。小倉校舎ですよ。ノースヒルズですからね。で、フェアリーポルカ、1800メートル50003勝 G3 品馬戦を2勝してます。G32 勝してる。トントキの安城も和田さん。今回も和田さん。 右回りと小回りが効くと。展開が合えば。これ突き抜けるんじゃないって。で、ドゥオーモ。藤岡祐介さん。小倉大商店 G32 着です。で、箱立記念の G3 も2着と。小回り、右回り得意ですよ。で、小倉の1800メートル。3 0 3着以下なしですから。これは穴ですね。穴候補。で、電光暗示。小倉開催やった愛知杯を優勝してますから。これ重賞3勝馬ですからね。 でも、8歳の貧馬ですね。で、プラス、エビナさんの最後決めるか、JRA 全10条、重制覇がかかると。楽しみですね。では、ここで国大商店、タスキングの必勝データいきます。まあ、前走1900メートル以上の距離短縮が10年で9勝ですから。で、一番人気が2勝で、連帯率30%。 で、3番人気、4番人気。で、6から9番人気も2勝になってますから。もうこれは荒れるの必死。ウィン5、ウィン3のレースですからね。これ、今週難しそうだよね。まあ、幅広く書けるしかないので、自分で考えてくださいというデータになりますね。では、小倉大商店のタスキングヘッドラインいきます。歴史的な外線猛暑。惜しい2着が2回のエビナさん。中山フェスタと。 ビクトアルピサですね。まあ、最後も惜しい2着なのかと。で、突き抜けるんじゃないかと。わかんない。電光暗示。で、10年連続1から4番の馬券絡み。で、4年連続の7枠。で、ターター馬券は吉田吉田の吉田兄弟と、内田和田岩田騎手だと。で、帯狙いは小倉大商店と相性がいい藤岡幸太騎手と。 過去5回全滅してる浜田各騎手が来るんじゃないかという裏打ちに当軸マルシでできます。では小倉大商店の実利予想いきます。今回はちょっと穴目でいかんとあかんないこれ。本命は2番、バンケドミンゴ、藤岡祐介さん。で、対抗にドゥオーモ、藤岡光太さんの藤岡兄弟化け。で、ターナに9番、バイオスパーク、内パクさんでいきます。で、レイアナに15番、ボッケリーニ。 小倉出身、浜中さん。で、6番のアルスター、長岡騎士と、ターツキングマークは1番のカデナでいきますね。刀からのカデナの菅原ジョッキ。で、穴にバンランディ、ャラさんと、激推し場は13番の湘南バルディで、岩田さんでいってみたいと思います、まあ。参考までに。では次回、ウィン5の巻、チャンネル登録よろしくお願いします。じゃあねバイバイ。